広げてもらって、そう、こんな感じで、あのオーバーアンダーパスをやるね。で、よくね、こう、あ、握った、行くぜ、うん、あ、なんかこう、取ろうとしたら、左足がこう、くるっと回って、こっちに来ちゃったりして、防がれるみたいに言う人がいるんだけど、その、右手はね、急いで帯取らなくていいんですよ。で、どこにつくのって言ったらね、ガボーンってね、すごい遠くにつくつもりなんですよ。行くぜ、ピシッ、ガボーン。困るよね、はい、だって何でかっつったら、あの右手をすごい向こうにやると、俺の頭が遠くに行くよね、はい、したらほらもう左足回らんじゃん、はい、開きすぎたら、うん、だからそのここっていうか首と右肩で相手の股というか、もう付け根を挟みに行くんだよ、はい、とりあえずしたらこうカポーンと行けばもう足動かないです、はい、そして今左肩が相手の体の上に乗ってしまったら、右手軽くなるから離して、おもむろにあの帯握ればいいんですね、うん、それといきなり肩が乗せに行くとやっぱお腹危ないからね、はい、なんかそういう理由があるから、ここでもうとにかく手を遠くにつこうとするので、で自分の手は何て言うの、ハムストリング側、自分の顔は相手のもも側にガポンいけば、ほらこれで何も困んないよね。で足挟んじゃえばもう動かないでしょ。そしておもむろに右手離して帯握って、あとはこうパスしに行けばいいんだよね、うん、ありがとう。